まこなこです。今回はカンパニーオブヒーローズ3、これの評価レビューを述べていきたいと思います。また、Steam で今現在低評価なのですが、これがどういう理由なのか、そうしたことも合わせて述べていきます。それでは早速見ていきましょう。まず最初に Steam で今作かなり評価が低い。発売してすぐの段階では、高評価をつけた人が 50% 台だった。今現在、発売から1週間、2週間経って、だいたい 63%、少し持ち直しているものの、それでも、海外のプレイヤーが多く遊ぶゲームとしては、かなり高評価の値が低いとなってます。これなぜかというと、ざっくりレビューを見てみると、いろいろあるんですけど、リアルさがない、ちょっとなんかアニメ的な描写になりすぎてないか、アニメ的といっても日本のようなアニメのような描写ではないものの、もうちょっと第二次世界大戦を描くのにリアリティを持たせて欲しかった。これは描写の面でリアリティを持たせてもらいたかった。もしくは音の面でもちょっと音が貧弱じゃないか、みたいな話、銃撃とかの音が何かおかしいんじゃないかというような話が多くありました。また、このゲーム、シングルプレイとして一人で遊ぶことができるのですが、その中でイタリアのキャンペーンというものがあります。イタリア半島を舞台にしたキャンペーンモード。ここで、多分今作初だと思うんですけど、新たな要素、遊び方が加わったものの、それがそこまで面白いと思えるような内容ではないというのが、また評価の低い理由となってます。なので、そのあたりは後ほど私もレビューで述べますが、いろいろとせっかく追加したものがあまりいい評価を得られてない。またこの他、オンライン対戦でのちょっと勢力ごとのバランスがどうなのだというね、問題もあります。この勢力絡みの問題、どうしてもオンラインゲーム対戦ものに関しては、特に発売してすぐの段階ではいろいろと問題出てくるので、ここに関してはまあ多少多めに見てもいいのかなという気がします。だが他の部分も含めて、いろいろと評価を下げる要因となっているものがありましたので、ここら辺が大体 Steam で低い評価をつけている人の理由となっています。まだ発売してから2週間、この間にも何回かアップデート、小さなものがありましたので、今後アップデートを重ねていく過程で今現在の 63% の高評価がさらに上がるか、できれば 70% 以上になってもらえたらなというのがね、一つ遊んだ側の感想であります。今後のこの推移も合わせて、もし購入検討されている方はチェックしてみてください。ではここからは私個人の評価レビューを述べていきたいと思います。この評価レビューを語る前提として、私は1作目を直近1ヶ月前、2ヶ月前ぐらいに遊んだというような程度です。2作目はほとんど遊んでなく、そして3作目をプレイしてますので、特に2作目との比較みたいな話はできませんので、その点はご了承ください。それでは早速述べていきたいと思います。まずリアルタイムストラテジーの部分、ここら辺はもう標準的な遊びになっていますので、そこまでああだこうだいうような内容ではないかと思います。目新しさはないものの、昔からこの手のゲーム遊んでいれば、ああなんとなくリアルタイムストラテジーってこんなものだよねっていうようなイメージで遊んでもらえるかと思います。当然勢力ごとのバランスとか、そうしたものを細々見ていくと何かしらあると思いますが、ちょっと私はそこまで細かくは見てないので、単純に遊ぶ過程では問題なく遊べたという、そういう評価に留めたいと思います。今作はシングルモードで遊べるのは主に2つになってます。まずイタリアのキャンペーン、こちらから取り上げていきましょう。イタリアのキャンペーンに関しては、イタリア半島を描き、そこで単純にリアルタイムストラテジー1回の戦闘を順番にこなすということではなくて、このイタリア半島の上でコマを動かして、そのコマがぶつかったら、敵とぶつかったら、もしくは都市にしたら戦闘が起こる。その戦闘の際に単純にマップ上で、イタリア半島のマップ上で終わるというパターンもありますが、そこでリアルタイムストラテジーが展開されるということもあります。そして、リアルタイムストラテジーの部分に関しては今まで通りと変わらないような評価となりますが、そのコマを動かして何かをするというのが、果たして面白いのかというような問題が出てきてしまいます。まず一つとして、このゲーム買った人が求めていたのはリアルタイムストラテジーの部分だと思います。なので、そうした新たな要素をキャンペーンモードでコマを動かす、それをやりたいと思っていた人がどれぐらいいたかという問題が出てきてしまいます。当然興味ないものをやらされてるっていうような感想になってしまう人も多いと思うので、その点でこのイタリアのキャンペーンは評価を下げる大きな要因の一つになっていたと思います。実際遊んでいって何となく分かってくると、まあまあこんな感じで進んでいくのかなということが分かって、またイタリア半島のマップを見ながら進軍できますので、まあそのあたりでこの第二次世界大戦のイタリアあたりを描く
というので、何かしらまたゲーム性としてメーカー側は作りたかったのかなというのはわかるような気はしますが、じゃあその敵の動きとか自分の駒の動かし方とか、そこら辺がそこまで面白いかって言われるとあまり面白くなってない。敵が変に弱すぎる。これ難易度もしかしたら変えればまた違うかもしれませんが、通常の難易度でやったら特に何か敵がこれといったような動きをやってくることもなく、勝手に自滅するような状況になってたりもしていましたので、まずそもそもが敵の動きがおかしくて、その駒を動かして何かする楽しみが乏しい。また、仮に敵の動きが本当に頭が良かったとすると、今度は逆に煩雑になってしまう可能性があると思うんですよね。なので、まあ、結局のところはこれをこのカンパニーオブヒーローでやるべきだったかっていうそもそも論がやっぱり出てきてしまう。リアルタイムストラテジー一本で行きたい人からすると、やはり余計な要素だったのかなと思います。だが、イタリア半島を進むというようなところの面白みは、やはりそこら辺の地理を知ってる方だと楽しめる要素だとは思います。もう一つのシングルモードとしては、北アフリカ作戦。こちら側に関しては従来のミッションクリア型となってますので、その点は全く今まで通り遊べる。一個一個こなしていけば良い。そしてその都度達成感を得られるとなりますので、これは悪くはないです。今までと変わらずとなります。ただノーマルの難易度でやった段階だとそこまで難しさというものがなかったのかなと。私はそこまでこのカンパニーオブヒーローはやり慣れてなかったものの、それなりに簡単にクリアできるものも多かったりとか、また戦車を作り終えればもう敵を蹂躙することができるとか、そういうことも多かったので、これはどこまで難易度上げればもしかしたらもっと白熱した戦いになるかもしれませんけれども、通常だとまあこんなものか程度のね難易度で終わってしまったとなります。だがやはり敵がコンピューターの場合だと、敵が強くなると本当にいやらしい動きをしてきて、逆にストレスが溜まるだけとなる可能性もありますので、このあたりの難易度がどこら辺を考えてやったのかは、やはりメーカーはこれぐらいがちょうどいいと思って多分作ったと思うので、それがダメということはないんですが、一応簡単にクリアはできたというような私のプレイとなりました。そしてそうであったからこそ、まあ、そこまで思い出に残らなかった。一作目を直近やった時にはちょっと辛いマップが 2,3 あったので、まあそういうのがあるとやっぱり思い出に残る、あのゲームちょっと辛かったなみたいなね感想が出るんですけど、ちょっと今回の北アフリカの通常のミッション攻略型のキャンペーンだとあまりそういうのがなかったので、あっさり終わったようなそんな印象になってます。プレイ時間も短かったというのもあるし、遊べるシナリオ数も例えば1作目の最初のキャンペーンだと15ぐらいあったはずなんですが、今回はそれと比べて大幅に少なかったというのもありますので、ちょっと消化不良気味というのがあります。この他にもスカーミッシュといって条件決めて遊ぶモードもあるんですが、通常の遊び方だと2つの大きなキャンペーンモード遊ぶということになるかと思いますが、北アフリカ作戦は若干短すぎた。逆にイタリアのキャンペーンは長いんだけれども、やっぱり余計な部分で長さがまたプラスされているような感じになってしまっているので、これほどがっつり遊んでるようなあまり印象はなかった。まだ私はクリアできてないんですが、3分の2ぐらいまでは進んだ段階でもう15時間ぐらい経ってるので、時間だけは長いんだけれども、全部が全部リアルタイムストラテジーの部分を遊んでたわけではないので、このあたりの不平不満は残るところであります。マルチプレイに関してですが、ちょっと私ほとんどやってないのであまり細かい評価とかないんですが、先ほど Steam の評価で述べた通り、勢力ごとの特徴であまりバランスが取れてないみたいなところもあると言われてますので、そこら辺細かく分かる人からするとまたそのバランスの悪さが問題となるし、逆に何も分かってない私のようなプレイヤーが遊ぶと単純に敵が強すぎて蹂躙されるだけとか、逆に敵も弱すぎて逆に味方が強くて勝手に蹂躙するとか、そういうような展開にもなってしまうので、ここら辺はまだランク制度みたいなものはないようなので、一応なんか強さで選ばれてるみたいなことを言ってる人もいますが、細かい内容私は分かってませんので、もし仮に強さによって敵が選ばれるんであれば、それがこなれてくるんであればね、また白熱した戦いが誰でも遊べるようになるかもしれません。だが対戦に関しては他の人のレビュー見ていただいて、自らで興味のある内容かは確認してみてください。以上になります。
結構早い段階でアップデート何回もやってくれているので、今後のそのアップデートのペース、またその結果、そこら辺はどうなるか、もしいい感じにどんどんアップデートされるんであれば今後の評価も上がっていくと思いますので、そこら辺を今後もしまだ買ってない方はチェックの対象に入れてみてください。カンパニーオブヒーローズ3の動画いくつか上げてますので、どういうゲームか興味ありましたらゲーム内容を確認してみてください。また他にもリアルタイムストラテジー様々やってますので、そうした動画も合わせてご覧いただけたら幸いです。ではでは。